最終的にはチーフアナリストになりたい、絶対なるって思って仕事をやってたんです。もう相当過酷な労働環境、命を削ってやってるっていうことをよく言っていて、食事すらろくに取れないとかね。忙しすぎて。お、我々のチームに来た時には、まあ変な言葉ですけども、完成されたもう石丸スタイルっていうのをもうほぼ確立してきてました。正論を正面からついてくる。ついつまが合ってないじゃん。今論理飛躍したぞっていうのをことごとく注意をされて指導を受けてるんです。なるほど。その時に銀行員っぽくなくなった気がします。これ、はい。石丸さんってビジネスパーソンとしては評価どんくらいだったんですか。能力っていうことでいけば極めて高くて、だからこそやっぱりニューヨークに派遣されたんですよね。うん、秋田方市の市長選に出るので、うん、すいません辞めますということで僕も挨拶もらいましたし、落選したらどうすんのっていうのは周りでむしろ心配するぐらい、まあ苦々しく思ってた人もまあ全くいなかったわけじゃないとは思うんですよね。万人受けするわけではない、媚びないですから。あんな組織で媚びない人間で結構珍しい。そうそう、石丸さん政治っていうフィールドだとどこにぶち込んだらいいと思いますか。元上司の見解としてどこ一番使い勝手がありますか。から始まるんですね。はい。番組です、これは。この番組はですね、ビジネスパーソンが、どういうようにこう社内で立ち回ると、今みたいな人間になれるのか、なってしまうのか、みたいなところを深掘っていくキャリア番組でございますと。今日はWeb3 のね、イベントがあって、そこでちょっとだけ上司部下のお話もいただきました。まあ、石丸さん、昔は、三菱東京 UFJ 時代の、先輩後輩のあれですけど、朝礼とかで、みんなこう、金融のブリーフィングするのに、石丸さんなんかこう、教育的な、金融マンとはみたいなお話されていて、政治家向きだったというお話をいただきましたと。それがちょっとどんな部下だったのか、で、あるいはどんな先輩だったのか、いろいろお話聞いたこと思うんですけど、どんな部下だったんですか、内田さん、石丸さん。さっきもちょっと言ったんですけれども、やっぱり正論を正面からついてくる。という感じがすごくやっぱり印象的ですよね。うんうん、銀行にその大学出て入った、いわゆるその総合職の上司部下だと、上司からすれば、そこは言わなくても分かってくれるよねっていう部分を、うん、あったりするんですけれどもね、うん、まあ、そこをやっぱり、あえて、いや、それってでもどういうことなんですかって、やっぱり本質を突き詰めたいっていう、すごく感じますよね。先ほどちょっとエピソードトークとして出たのは繰り返しになっちゃうんですけど、簡単にご説明すると、はい、シニアアナリストになるときに、そうです、もうちょっと頑張ればってふわっとした、もうちょっと経験積んだらじゃあシニアアナリストかなみたいな、はい、そういう話が出たときに、具体的に何をどうすればいつまでに、講演回数ですか、何とかの回数ですかっていうふうに、ね、投稿した、はい、なんでそういうコミュニケーションをこう取ったんですか。自分の仕事に対して真剣だったからですね。うん、本気でシニアアナリストに早くなりたかったですし、最終的にはチーフアナリストになりたい、絶対なるって思って仕事をやってたんです。うん、だから、アナリストの立場にいましたけど、常に見据えてたんです、その先を。うん、ってなった時に、なんで進まないのかっていう状態で止まっているわけにいかないので、単にその問題を解決したかったっていうだけです。あ、そういうスタンスだったんですね。ちょっとですね、疲れすぎて番組の段取りを忘れました。今日の出演者は、石丸慎二さんと、石丸慎二さんの三菱 UFJ 銀行時代の、先輩で、まあ、上司なり先輩。上司なり先輩、10年間お関わりがあったアナリストの先輩の内田さんです。よろしくお願いします。内田みどりさんです。いやー、ちょっと最近ちょっと忙しくて頭も、すいませんでした。そうですね。10年間一緒だったんですよね。10年ぐらいね、2013年、そうですね、為替としてはそうですし、それまでに違う部署にいたんですけども、うん、マーケット為替のところにずっといらっしゃって、うん、私はエコノミストとしてマクロ経済を分析する経済調査室というのがあったんですけど、はい、そこにいたので、はい、もちろん存じ上げてましたし、はい、何回かミーティングでご一緒させてもらったこともありましたと、お客さん向け講演会で、ね、セッションを分けて一緒にやって経済見通し、為替見通しとか、あとは
ね、円価新証券部の時代とか、はいはい、あ、そうですね。あの、金利見通しと、為替見通しとか、そういうのをセットでやったりっていうのもありますね。うん、入社何年目からお付き合いなんですか？何年目？私が経済調査室に行ったのが2006、2007、2008年ですね。リーマンショックの前、8年後かな、それぐらいだったんで、その時からですね、内田みのりさんを近くで見るようになったのは。え、入社8年あ、なんで、3年目ですよ。3年、あ、じゃ結構若手の頃から。はい、若手です、はい。若手の頃から中堅になるまで、なんかこう変化ありました、石丸さんは。若手の時は経済調査なので、その時は重なってはないんですよね。あ、そう、時々、はい、点があるぐらいで、他部署も、はい、他部署で一応ビューをすり合わせた方がいいんじゃないかとか、あるいは情報共有とか、そういう点で接点は最初の頃はありましたね。でもさっきの内田さんがおっしゃった、いわゆる銀行の総合職だったら上司から部下に分かってくれよっていうところが、私が分からんと説明してくれって言うんだったのは、元々の気質もあるんですけど、経済調査室時代の習慣がそうさせてるところは結構大きいです、うん、エコノミストでマクロ経済を分析して予測を立てるんですね。最終的には GDP を当てに行くっていうゲーム、仕事なんですけども、この GDP の積み上げって本当に理路整然とやっていかないとできないんですよ、はい、項目が何個かあって、それを一個一個積み上げて全体を見てもバランスが取れてるっていう、なんか作品作りなんですね。あった時に合理的じゃないことが許されないところに身を置いてたんです、うん、2年ちょっとぐらい。そういう部署、はい、なので話をしてて、ついつまが合ってないじゃないか、今論理飛躍したぞっていうのをことごとく注意をされて指導を受けてるんです。なるほど。た時に銀行員っぽくなくなった気がします、そこで、はい、いわゆる銀行員、そういう部署なんですかね、やっぱその、やっぱりマクロ経済って、もうさっきおっしゃってたその消費とか投資とかちょっとずつ積み上げて最後どうなるか、うん、で世間で言われていることとデータ積み上げると、いやちょっと違うってなった場合に、うん、やっぱりその当たるかどうかは別にして、真実を突き詰めていくっていう、そういう気質は多分そこで相当、蓋然性っていう言葉をそこで学びましたね。普段言わないじゃないですか、蓋然性って。使わないですよ。もっともらしい、聞いたらなるほどって思える、その程度なんですけども、とにかくこれにこだわる。そのためによく、その時の上司、内田和人さんが。内田和人さん、MAFG の会長。はい。精緻な分析をやれっていう、うん、精緻、普段精緻って言葉を使わないです。精緻に生きてることはないですか？まあ多分対局にいらっしゃるのは高橋さんかもしれないですけど、はい、それがその2年かちょっとで本当に自分の血肉になった感じがするので、うん、マーケットに行くと、むしろマーケットはそこからもっと、なんだろうな、感覚的、市場のセンチメント、センチメント、みんなの思惑を読みに行くんで、うん、もっと人間っぽさが出るんですよ、うん、機械的なところから、エコノミストからアナリスト、為替のアナリストは特に、うんうん、であった時に、多分内田さんから見ても、うん、なんか珍しいアナリストというふうに見られたのかなという気がしました。うんうんうん、あ、それはそうですね。どうですか、今の分析、内田さん。いや、そうだなと思いますよね。やっぱり、エコノミストの方がよりデータからもうぶれようがない部分ってちょっとやっぱりあると思うんですよね。でも為替の予想っていうのは、その経済の見通しを踏まえてもいろんな答えが出てくるので、そこでいろんな人によっては味が出てくるっていうところはあると思いますね。なるほど。で、内田さんがこうお付き合いを始めた頃にはどんな銀行マンに育ってたんですか、石丸さんは。いや、すごくさっきレポートを直したことがほとんどないっていうふうに言ったんですけれども、うん、我々のチームに来た時には、まあ変な言葉ですけども、完成されたもう石丸スタイルっていうのをもうほぼ確立してきてましたね。それ気になりますね。レポートなんで直したことがなかったのか、石丸スタイルとは何かちょっともうちょっと詳しく聞きたいですね。まずそのテニオハ含めて文章が極めて簡潔で読みやすくなっている。うん、結構銀行でも文章を書くと結構いろんな人がいるんですよね。この文章の主語ってどこだっけとか、文章の最初はこの主語で始まってるのに終わりは別のことになってるとか、そういうそもそもの文章を直さないといけないところから、あとはそのそもそも材料と予測の結論のここの理論の解釈が違ってるとか、あとはその材料を積み重ねてこういう予測だっていうその論理的な展開がなされていないとか、いくつかそのレポートで直すポイントってあるんですけど、まあそれをことごとくもうほぼ来た時から
できていた、というのが、すごく印象的なので、それはさっきの、経済調査で培った部分をベースに、で、我々のチームに来てから、じゃあ何を追加でやったかっていうと、それを踏まえて、じゃあ通貨がどうかっていう、最後のそこの、論理展開の部分だけ、うちのチームに来て、新しく始めたことだと思うんですけれども。あ、でも、GMR に行く前に、円価資金証券部、債券アナリストをやってたんですね。そこに行った時、僕はめちゃくちゃ戸惑ったんですよ。マクロ経済分析、エコノミストで来ましたって言ったら、マーケットのその感覚が全然わからなくて、何言ってんだみんなみたいな。で、めちゃくちゃそこで僕は指導を受けてます。なるほど。レポートの書き方、プレゼンの仕方。で、そこで3年ぐらいかな、演習場で鍛えていただいたおかげで、なんとか使えるものになる状態で GMR に、為替のアナリストチームに行ったので、はい。宇治田さんに改めてよろしくお願いしますって言った時には、一通りできるようになってたのは、経済調査室と円価資金証券部。この二つが、自分の中でうまくこう、マッチして ミックスされた状態です、うん。なるほど。なんでこう、エコノミストから債券のアナリストになった時にそんな動揺したんですか？先ほどの金融市場の描写ってめちゃくちゃ難しいんです、まず。株が上がった、下がったっていうその説明だけでも、答えがないんですよ。まあ、極論株が下がってるのはみんなが売ったからなんですけど、売る人の方が多かったからなんですけど、その説明はそれっぽいなんかストーリーをうまく紡がないといけないんですね。それは機械的にエコノミストの時にやってたような個人消費がどうだこうだだけでは語れない、なんかちょっとブラックボックスのようなところがあるんですね。なんか職人芸的な。それが経営者の時にはまあ身につかなかった、当然。で、マーケットの世界に入って、躍動しました、あれは。むしろ、経営にいたから余計に抵抗がありました。ああ、なるほど。ちゃんと変数全部洗い出して、一個一個積み重ねるっていう芸風が1個目だったわけですよね。はい、だけど、次のとこ来たら、ちょっと変数も全部洗い出しきれないし、よくわからん。まあ、それブラックボックスか。はい、でも、合理的でないといけないっていう、なんかこう、難しい二律背反をうまくまとめる力がアナリストっているんだと思うんです。それが最初やっぱりできませんでした。例えばその、さっき石丸さんがその経常収支が円安に効いているという話が出て、それはもちろんそれあるんですけれども、でも一方でノルウェークローネっていう通貨はものすごい資源価格が上がって、あそこは資源国なので、2022年以降っていうのは資源価格上がりましたから、ノルウェーの貿易黒字って拡大したので、ノルウェークローネ高になってもいいはずなんですよね。データだけ見れば。ところが、実際には、ドル高、ノルウェークローネ安っていうのがものすごい進んだりしたので、そういう意味ではそのマクロ経済の積み上げと、それを受けて金融市場がどう動くかっていうのは、むしろ逆になることもある。例えば、金利差で今円安っていうのがずっと続いていましたけど、いまだに日米の金利差ってこんな開いてるのに、じゃあなんで160円から20円もドル安円高になったのかっていうのは、データだけからするとむしろそれは逆の動きでもあるんですよね。だからそういう意味ではその今のその状況と、あとマーケットが何に着目していて、そこがどう変わったのか、変わっていくのか、そういうことを全部含めて最後相場の予測を出すっていうのは、まあ本当に、まあ難しいというか、まあ逆にだからこそ面白い世界ではあるんですよね。そういった意味ではなんかそのお話聞いてると、アナリストのお仕事とかってこう、蓋然、それでもやっぱ蓋然性を確からしさを持って説明しなきゃいけないわけじゃないですか。いや、ちょっと政治にも似てるなと思いますよね。なんかもう政治も全部変数わかんないじゃないですか、少子化も何かも。もっともらしく説明しなきゃいけない。そこら辺どうですか？なんか似てるなと思ったんですけどね。そうですね。マクロ経済よりかは、金融市場、マーケットの方に近いと思いますが、やっぱり似てるかというと似てないですね。あ、それでも似てない。だって金融市場はとにかく合理的なんですよ。売るのも買うのも好き嫌いじゃないんですよ。儲かるから売る、儲かると思ったから今の時売っとこうっていう。分かりやすいわ。分かりやすいあるんですよ。一方で政治って、誰が何の思惑で動いてるか、パッと見分からないんですよね。マーケット以上に。その意味で、個人的にはいつまでたっても慣れないなっていうのを感じます。そっか。だんだん、石丸さんって、不確かな方にこう人生歩んできてるんですね。そうですね。はい、超合理的なとこから、ちょっとこう、ブラックボックスだって面白い世界に入って、より分かんない世界に入ってきて。もうカオスです、僕からしたら政治って。政治はちょっと分かんないですよね。そうそう、ニューヨークに行ってね、さっき左遷されたっていう言説が今出てる。それさっきの前半の収録で、それないんじゃないかなって話になりましたけど、石丸さんって、サラリーマンとしてビジネスパーソンとしては、評価どんくらいだったんですか？っていうのも、例えばですよ、なん
だろうと、これ会社、僕もテレ東いましたけど、トップを走ってる、このラインに乗ってる人、はい、で、次の集団、で、まぁ、ちょっともう乗ってねえな、みたいなのいるじゃないですか。ざっくり言うと、上位の子、どこら辺いたんですか？これ100等数って100点の。まず、これは、石丸さんに限らず、我々のカーセイのリサーチチームというのが、まあ、残念ながら銀行での先頭集団ではなかったですね。それはなぜかというと、銀行の本業ではないから。そういうことですね。いわゆる営業とかと比べるとっていうことですかね。支店長コースと。そうだとやっぱりその営業本部とかね、よくドラマに出ました、営業本部とか、あとは企画。経営企画とか。そうですね。いろんなその組織作っては潰して、作っては潰してっていう、そういう部署の方がなんとなく評価が高いという感じがあって。ちょっと質問が良くなかったかもしれないですね。確かにおっしゃる通りですね。半沢直樹見てると、はい、その支店長コースですよね。あそこら辺が、要は、アナリストとかエコノミスト、この研究チームあるじゃないですか。そこでの評価。そこではそのリサーチっていうことについては非常に高いので、だからこそやっぱりニューヨークに派遣されたんですよね。結局ニューヨークでは何をやるかっていうと、もう米州全体をカバーして、カバーする通貨も7つかぐらい、7ぐらいですね、全部見ないといけないという、これ相当大変なんですよね。私はドル円を担当していたということではあったんですけど、極論言うと、日米と、あとはユーロ圏を見てればいいんですけれども、7通貨ぐらいになると本当にもう追いかけるだけでも相当大変で、でそこから予測を出すに至るそのいろんな作業とか含めると、もう相当過酷な労働環境で、彼がよく命を削ってやってるっていうことをよく言っていて、まさにそうなんですよね。銀行員時代、例えばニューヨークからブラジル出張っていうと、なんとなく日本にいると 2,3 時間で着くイメージありませんか？同じアメリカ大陸だろうみたいな。でもあれ10時間以上とかかかるんです、縦に地球を半分回るんですよ。しかも季節逆転しますからね。そうですね。嫌ですね。それで言うと、出張って、海外出張って年間100日以上、ね、100日ぐらいはニューヨークの外にいました。ニューヨークにいるのに、さらにそこから100日外にいるんですか？そうです、はい。で、そうすると、日本人の死因ってちょっと話ずれますけど、癌が一番で、あとはその心疾患とか脳血管疾患、老衰除くとですね、この3つが上位だとすると、かなりの部分、生活習慣、要は血管の病気、ですよね。癌もかなり生活習慣から来ている部分もありますから。ただアナリスト時代って、私も日本でそうでしたけれども、食事すらろくに取れないとかね、忙しすぎて、あとはその、それこそストレスも相当ありますし、我々の仕事って結局土日もやっぱり何か動くニュースが出ると翌月曜日どうなるかとかいうのもありますし、あと年間その1週間とか2週間休み取っている時も本当の意味で休まるかっていうと気が気じゃないんですよね。休まないんですよね。だからそういう意味では本当に命を削ってやってたっていう説明はすごく正しいし、それをしっかり口に出して言えるぐらい本当に仕事に対してもう真摯に向き合っていたんだと思いますので、能力っていうことでいけば極めて高くって、例えばですけど、今僕が辞めた後、今後任のチーフアナリストがいるんですけれども、その次とかもし銀行にいれば多分なってたんじゃないかと。チーフアナリスト、チーフアナリスト思いますね。辞めなければ、でそこと、じゃあ人事の評価がどうかっていうと、そこはやっぱり銀行からすると組織を動かすとか、チームをマネージするとか、そういうスキルがないと、いわゆる銀行の人事的な評価っていうのが高くならないんですけど、ただそこはアナリストっていうのはどっちかっていうと個の専門職エリアを極めていくっていう感じで、もともとその人事部の評価軸とは違う方向に突き進んでいくところがあるので、ジョブ型みたいな。そうですね。だからそういう意味では人事部の評価が高かったかっていうと、多分そうではなかったと思います。それは僕自身に関してもそうですけどね。アナリストとかエコノミスト全体がそうなんですかね。そうです。僕らずっと苦渋を舐めてる。苦渋を舐めてる。これね、恨み節じゃないですけど、銀行のその人事評価、要は出世って、将来の最終的に頭取まで続くレースなんですよ。で役員があって部長っていう、ここにアナリストが入るかったら基本入らないんですよ。アナリストエコノミスト経験のある頭取ってあんま聞かないですもんね。はい。ないはずです。で役員まで行くのもすっごい珍しくて、だから宇治田勝子さんがすごいんですよ。宇治田さんはね、唯一。はい。唯一か。はい。唯一だった。リサーチ型であそこまで行った方って銀行始まって以来じゃないかなと思うぐらい、普通はありえないです。石丸さん、でもあれもやっぱそうですよね。
外資系銀行のトップだから、まあ、ちょっと近いですよね。ジョブ型のところからのレイヤーに繋がってそうな。最終的にはそうですけど、まあ、銀行本体の時にも、はい、役員まで。ジョブまで。なられてるんですね。はいはい、はい、石丸さんの上司だった方ですね。そうですね。はい。で、三菱 UFJ の常務やって、で、その後、モルスタの会長やって、はい、っていう方が、まあ、それは特殊事例と。かなり珍しいケースですよね。うんうん。まあ、テレビで制作局のプロデューサーが一生出世しないのと一緒。まあ、専門職が出世しないのと一緒ですよね、多分ね。そうか、そういう意味では、まあ、いわゆるマネージャー型の職種じゃないから、そこの中ではまあ、スキルが一応見えて。でも後輩とか指導しなきゃいけないんじゃないですか、アナリストとしても。そうですね。まあ、小さいチームだったんですけど、やっぱり後輩が何人かいたので、うん、はい、トレーニーとか迎え入れてましたね。そうですね。うん、トレーニーを迎え入れてたってどこですか？あの、マーケット、まあ、金融市場部っていう部署だったんですけども、うん、そこに入った若手が、1年ぐらいでしたっけ、半年から1年ぐらい。半年から1年ぐらい、リサーチのところに来て、まあ、ちょっとこう、手伝いをしながら、うん、マーケット、金融の知識をそこで学ぶっていう。後輩を育てたんですか、石丸さんが。レポートの添削とかめっちゃ知ってます、ね。どうでした後輩の育て方は。そこは結構、厳しくやってたと思いますね。うん、それこそ、文章の手に負から、うん、はい。ちゃんと育ててたんですか？いや、もう自分が持ってるものは全部渡してあげようと思って、うん、さあ、たとえ半年後にいなくなるとしても、うん、はい。なんかその後に使えるじゃないですか。うん、から、だって、ね、渡しても、僕何も困んないです。うん、はい。から、減るもんじゃなしにと思って。あ、うん、げてたんですか？はい。そっか、石丸伸二さんのその後輩っていうのも話聞いてみたいなと思ったけど、後輩はさすがに今現役なんですかね？後輩は現役ですね。ちょっと聞きづらいか。先輩だとちょっと、組織が外に出てる。まあ、外に出た方とかあればあれですけど、うんうん、でも、うん、近しい方ではまだまだ会社残ってらっしゃいますね。うん、残ってますか？うん。まあ、その、石丸さんのその、中堅時代の今お話聞いたんですけど、で、辞めるあたりの話もちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、どんな辞め方したんですか、石丸さんは。いや、その時はすごくもうものすごく覚えてますけど。本人は円満退社だって言って、俺嘘じゃないかと思ってるんですけど。いや、それはもう円満退社で、2020年の夏、その地元の秋田方市の市長選に出るので、うん、すいません、辞めますっていうことで、僕も挨拶もらいましたし、当時、まあ、その部の部長席なんかも、そういう政治に入っていこうっていう、その石丸君を応援しようみたいな、そういう感じで、退職しましたから、まあ、そういう意味では本当に円満退職ですね。本当に応援しようと空気ですが、まあ、僕もほら、情弱なんで、ネットを見ると、いやいや、これを機に、三菱 UFJ が、よーし、お荷物整理できたって喜んでたんじゃねえかみたいな書き込みを見たんですけど、そういう空気ではなかった？特にそういうのはないと思います。まあ、誰しも、好かれてる人とそうじゃない人がいると思いますから、はい、そういうふうにその心よく思ってなかった人がいたとすれば、ね、うん、まあ、そういう人はその辞めたっていうことでそういう感じを思ったかもしれないんですけど、うん、まあ基本的にはもう周りで円満退職っていうことで、うん、僕があれだけ乱暴に退職を申し出たにもかかわらず、うん、はい、急だったんですよね、多分。突然ですよ。むしろすごいねっていう感じでしたけどね。だってまあ、当時ね、当選する当てが全然あったわけでもないわけですから、うんうん、まあ、そういう意味では本当に落選したらどうすんのっていうのは周りでむしろ心配するぐらい、うん、あ、そうだ、上司が人事部に相談してくださって、うんうん、なんか選挙通るか通らないかわからないから、しばらく休職の扱いにできないかみたいな。あ、ありますね。通った時には、そのまま退職で、通らなかった時には銀行に入れるっていう道がないか探ってくださったぐらい。ら結局それはなかったんですけど、当時の制度としては。そういう制度としてはなかった。はい。ごめん、石丸ないわって言って。あ、でも探ってくれたんですか？はい。あ、そうか、じゃあ一応休職なんねえかなって。やっぱり心配してください。まあ、無職になる可能性高いですからね。はい、そこでは、内田さんが見てる限り、周りは、まあ、頑張れモードだったんですか？頑張れモードですね。うん、で、まあ、まあ、率直に言うと、そのさっきの、いろんな土星論を投げるっていうことで、うんうん、まあ、苦々しく思ってた人も、まあ、全くいなかったわけじゃないとは思うんですよね。土星論キャラだったから。決して、万人受けするわけではない。媚びないですから。万人受けする。あんな組織で媚びない人間って、うん、結構、珍しい。そうそう。銀行で込みないのは珍しいんだ。万人受けしていたわけではないと思いますから、うん、まあ、ごく一部でね、そういう、辞めてよかったっていう人が、まあ、もしかするといたのかもしれませんけれども、うん、でも、今のその上司の話にしてもそうですけど、基本的には、あ、すごい政治に行くんだっていうことで、じゃあ頑張ってねっていうような、
あの形で、円満退社でしたね。内田さん自身はどう思ったんですか、聞いて。こっち頭おかしいなって。いやいや、あのすごいなっていうのと、でも意外といいんじゃないかなって僕はパッと思ったんですよね。それはさっき何回も出ているその朝会のコメントもそうですけど、うん、金融のその金融マンとしても非常にまああの僭越ながらまあ有能でしたけれども、うんうん、それとは違った世界でもっとね活躍できる場があるんじゃないかなっていうのもちょっと思っていたところはあるので、うん、で地元のその秋田方市の市長選に打って出るっていうのを聞いた時に率直にやっぱ頑張ってほしいなっていうふうに思いましたね。うん、送別会はちゃんと開かれたんですか？いや、あ、そう、選挙だから無理か。そういうのですし、コロナ、あ、コロナ真っ最中です。そもそもオフィスに人いなかったです、うん、その時。あ、そっか、コロナ2020年。10年の7月。そうですね。あ、ちょうど街に人がいなかった時期。週に1回ぐらいオフィスに出るかなぐらいです。うんうん、あ、ニューヨークも結構、市長が問題をなんかやっちゃったり、いろいろな時期だったのか、コロナで。2020年はもう、日本には帰国して。日本に帰って東京オフィスだったんですよ。で、はいはい、自宅でリモートワークをしてた時に、うん、家でニュースを見たのが地元の話だったんですけども、うんうん、はい。でも、まあ、退職の連絡は電話で、うん、当時の上司に、うん、はい、次長に電話をして、ね、みたいな。うん。まあ、びっくりはされましたけど。びっくりされた。お、ちなみに、まあ、その、内田さん的にその、土星論キャラとおっしゃいましたけど、はい、さっきの朝礼の話と、うん、あとその評価の、ちょっとちゃんとこう、基準を示してほしいキャラと、他になんか覚えてるシーンあります？土星論キャラで。土星論、いや、その二つがすごく印象的でしたね。うん、あとはさっき言った、その命を削ってやってるっていう、そういう仕事に対するスタンスがすごく印象的ですけれどもね。うんうん、はい、石丸さん、なんか土星論キャラだって自覚あるシーンありますか？本人はあまり意識せずそれを言ってるので、言われると、あ、そんなことあったなって思い出しますけど。お、なんか思い出したっぽい。あとは、あとは。あとは我々レポートを出すんですよね。はい、週次、ウィークリーとか、うん、あとマンスリーっていうのを出して、はいはいはい、基本的にはみんなその締め切りの時間ある程度決めるんですけれども、うん、そこに向けてもやっぱり最後までもううなりながら書くので、うん、その次元を超えがちなんですけれども、うん、石丸さんはその時間を超えるとやっぱりそれを待ってる先にそのセールスなりお客さんがいるので、時間過ぎたらもう本当にそれ価値がなくなるんだぐらいの強い調子で、あのチームにすごいプレッシャーをかけてましたね。締め切りは絶対守れない、はい、高橋さん、え、今よく一緒に仕事できてると思いますね。よく締め切り守んない俺と仕事できてますね、本当に。まあもう銀行員じゃないんで。銀行員じゃないんで。でもあの時はそうです。誠実がいるんで、だから決めましたよね、あの時。何日発行、うん、月末発行っていうのからの月末の何時に出すのか、はい、みんなで統一しよう。で、海外駐在も含めて。あ、そうですね。週報ね、はい、週報。それまでが、そう、毎週金曜日の夕方出すっていうので、うん、なんか、19時とか20時とか出る時もあったんですけど、ちょっとずるずるしてた、ね、はい。が、それだともう、翌週になっちゃうと、うん、お客さんに届くのが、うん、なので16時か5時ぐらいに発行できるように締め切りを逆算してってっていうのが、え、それはあれですか、石丸さんの抱える石丸さんの後輩のチームでやったのか、それとも部署全体にそういう提言をしてたんですか？チーム全体に、チーフアナリストに、チーフアナリストに、いや、もうこう次元切りましょうここで、うん、で絶対遅れることはまかりならんっていうので、うん、はい、もう朝出た瞬間から見えなくてプレッシャーでしたね。そこのチームの部長じゃないわけですよね。そうですね。でもそれも、でも確かにそれも正論なんですよ。まあね、正論だわ。結局セールスの人とかにアンケートを取ると、うん、もうちょっと時間が早い方がいいとか、うん、やっぱりそのお客さんから督促が来て困るとか、やっぱそういう声があるので、うん、ちゃんとそのレポートはこの時間までに出るっていうのをやっぱり決めないと、うん、それを使うそのセールスの皆さんなり、それよりもお客さんにやっぱりなかなか届かない。でもこれをなんで僕が言ったか言えたかというと、自分は自分の通貨だけを書けば済む立場だったんで、うちのみどりさんはそれらが全部最後集まってきてチェックしないといけない立場なんですよ。そうね。からここのストレスがめちゃくちゃ膨らんだんですよね、あれ。で、そもそもドル円の部分は自分で書くので、うん、結構締め切りは結構ね、結構突き上げ食らってた。結構プレッシャー、上司にプレッシャーかけるキャラだったんですよ、やっぱね。でもそれもやっぱり正論、土正論なんですよね。時間はちゃんと守ろう。うん、それでと話しておりますけど、唯一日銀だけ何時に出すっていうのが未だに決まってないですね。あの中央銀行。普通金利、金融政策の決定事項って、何時に発表するって決まっているんですけど、日銀だけ、
あの日にちは決まってますけど何時に出るかっていうのは分からない、うん、もうみんなお昼席立てないです、うん、日本銀行だけ、はい、あの FRB とかちゃんと決まってる、決まってますもん、何なんで日銀時間決めないですか、でもそれ謎ですよ、慣習だと思います、やっぱり日本人的な会議の仕方というか、まあ、意見調整、最後表現もみんなが納得するようなものをやっちゃうとそうなるのかな、誰かがバシッと言ったら辞任が切れるんですけど、うん、日本らしさ良くないところに出ちゃってんじゃないかなっていう気はします、なるほどな、じゃあそのアナリストもそれ待たなきゃいけないのか、そういうの、そうですね、お昼はもう動けないですよね、面白いですね、まあ、あのメディアの方もそうだと思いますけどね、うん、その時間決めようみたいな時イラッとしなかったんですか、内田さん、正論だから、まあでも正論なのでなって思いつつ、でもそうだよなってなるんですよね。なって受け入れたんですか。で結局あのまあその次元まあもうしょうがなく過ぎちゃうことはあったんですけど、でもその次元に向かってもう出そうっていうふうに、あの空気は変わりましたよね。それまでは例えばもう金曜日だったらまあ5時とか最悪そこ過ぎてもとにかく金曜日中に出せればもういいんじゃないか。すごい相場が荒れた後だと書いてる途中に書く内容変わったりもするので。なるほど。まあ、ちょっと時間を切るってのはすごく難しいところもあったんですが、でもやっぱりそこは時間を決めて出すっていうのが、ウィークリー、そうですね、金曜日に、まあ、16時だったかなに目標にやってて16時30分とかに出ること、まあ、時々あるんです、うんうんうん、だった時にやっぱり僕がめちゃくちゃ切れてて、なんで今日間に合わなかったでしたっけっていうのをみんなでこう反省会を促して、でなんなら翌週の朝のマーケットコメントでまず詫びる、マーケットセールスに、うん、あ、セールスサイドにね、はい、でもそれは詫びることが目的よりも詫びなきゃいけないんだよっていうのを GMR のアナリストチームにやってみせるっていう意識でした、うんうん、それで悪いことやったんだよ僕たちって言って今週は頑張ろうねっていう、何なんですかその思いのちょっと動機のところは、え、単に利潤を最大化したいだけです、企業の本能じゃないですか、うんうん、で企業に雇われて企業の1パーツなんで、うん、その精神にのっとってるだけです、そのレポートを受けることはセールスに迷惑かけて顧客に対してなんかこう機会が、チャンスを逃したら元も子もないじゃないですか、僕たち稼ぐために仕事を分業してるんで、ね、直接何かサービスは売ってないですけど、そのためのサポートをしてる人間が、ね、サポートできてなかったら存在意義消えちゃうじゃないですか、っていうところで単に利潤獲得のために自分ができることをやろうっていう、4時とかまでに出すと多分そのセールスの人からお客さんに案内して、お客さんそれ印刷して帰り道に読んだりとかしてもらえるんですよ、あ、オフィスで印刷してこう見てくれる方もいる、でもそれが5時とかってなると、まあ土日読んでくれる人いるかもしれないですけど、うん、まあ月曜日ぐらいになるとまあ陳腐化していくものもありますので、うんうん、まあ、そういう意味では定期的に出すっていうのはすごく大事ですね、定時に出すっていう、いやだから結構キャラとしてはエッジ効いてましたね、だからそういう意味ではあの今まあ相変わらず石丸さんだなっていう最近のその仕事を変えて何かその路線変えたとかキャラを変えたとかっていうことはなく、もともとの延長線上に今があるんだっていうのは僕は見てて思います、政治活動も通常運転に見える、そうですね、あ、まあ確かに、まあでも組織にいるとだから結構適材適所と、あとマネージャー、上にいるマネージャーさんの、あれによって、こう、威力を発揮するかどうか決まりますよね。うんうん、相当、癖ありますもんね、やっぱね。うん、使いにくい人材だと思います。使いにくいっていうか、なんかその適材適所、ね、どこに置きゃいいんだろうみたいなところで、うん、その意味で、あの、内田勝人さんに大変感謝をしてるのは、うん、うまく自分をこう見つけて、うん、その、ちょうどいいところに置いてくださったっていう。うん、そうそう、また、そうそう、そうですよね。だ使いづらいというか、まあ、使うコツはいりますよね。あと、問題が多そうなところに放り込んだ方が使い勝手がありそうですよね。その、だから、非効率、まあ、だからそういう意味で言うと政治とか非効率がいっぱいあるから、放り込むにはちょうどいいのか。のかなと思って、合理性が見当たらないところに合理性を求めさすんだったら、他の台よりも向いてるような気はしてます。ああ、それは内田さんもそう思いますか？そうですね。うん、面白いなぁ。なるほど。今回ね、どんな部下だったんですかってことでお話ししましたけど、石丸さんどうでした？内田みのりさんの表を聞いて。まあ、そうだろうなっていう、納得部下です。はい、あのまあ意識してはそんなになかったんですけど、分かってはやってたんで、自分がこういうことによって周りの人がどういうリアクション感想を持つかって、それは当然予想します、予見して、ね、そこまでアホじゃないんでやってるので、ただただ皆さんに申し訳ないなと思いながら、でも正論パンチを打ち続けるっていう、なんかそういうやつが一人ぐらいはいないと全体のバランスが取れないような気もしてたので、はい、そこはなんか勝手に引き受けてました。空気読まない力どこで培ったんですか、それは。
まあ、空気読まないってわけじゃないと思うんですけど、うん、あの読まない時を発揮する、たまにある。やっぱり大学の学部経済学で銀行に入ってからの経済調査室、ここで合理性というものが自分の中にバシッとこう軸として通った気がしますね。なるほど、はい、非合理なことが許せなくなってくるというか、うん、これどっかのなんかネットのコメントで自分で発見したんですけど、うん、非常にまで合理的っていうふうに評価されてたんですよ、うん、はい、うん、はい、なので情に流されないように見えるらしいです、うんうんうん、感情に左右されるんじゃなくて、うん、あくまでも論理だというのは、まあ、理性だというのは自分の中である気がします。へ、どうした内田さん、久々に振り返ってみて。いや、多分そう、今の非常にまで合理的、非常にまで合理的ね、うん、いや、まさに本当そんな感じですよ。例えばそのレポートの発行間際の私でもそのもう冷や汗かきながら、自分の書きつつ、みんなの見ながらということで、だそういうのを本当は、あ、なんか悪いなと思うところを、でもやっぱりその時間厳守っていうね、そういうその基本路線を突き詰めて、あの周りにプレッシャーを与えていくっていうのは、まさに今の言葉に現れていると思いますし、申し訳ありません。いえいえ。で、そういうのはやっぱり政治では必要になってくるんじゃないかと思いますけれどもね、その必要なことはやっぱりやるべきことは、あのやらないといけないことってやっぱりあると思いますから、うん、面白いですね。政治って、まあ、いわゆるマネージャー職ってあるじゃないですか、企業に。政治ってその局地みたいな、こう人を差配してこうその局地みたいな思ったんですけど、なんかジョブ型の人が政治にぶち込まれるとどうなるんですかね。まあ完全にジョブ型の発想じゃないですか。あ、そうですね。ね、はい、あの、まあお二人ともジョブ型の局地みたいな仕事ですよ。マネジメントっていうよりは個人のスキルと知見で戦っていくみたいなとこにかけですよね。で、日頃許さないですよね。なので、あの、使い道は、うん、いわゆる政治家の皆さんが思ってる感じじゃないんだろうなっていう。どういう使い道がいいんですか？なんかこう、短期で選挙区をひっくり返すみたいな、うん、とりあえず放り込むっていう。うん、さっき高橋さんもおっしゃった、なんか問題が多いところにぶち込んでみるっていうような。問題が多いところにポンって俺だったらね、適材適所で入れますね。はい。うん。ってやった時に、その、なんだろうな、そこに有象無象があるとして、それが、白黒が見分けやすくなるのかな、なんか触媒的に化学反応として、今までなんか全部ごちゃごちゃしててよく分かんなかったものが、うん、僕がそこに入ることによって、うん、陰と陽が分かれるみたいな、うん、っていうのは自分の機能としてはできるかなと。自民党に入ったらいいんじゃないですか。じゃあ自民党の中に入って、これはもう明らかなのが自民党が受け付けないと思うんですね。自民党受け付けないか、はい、うん、はい、僕が衆議院になって、うん、自民党にいてくださいって言ったら、うんうん、あのね、まあ、もうちょっと経験積んでからって多分言われると思います。なんで受け付けないですかね。嫌じゃないですか、こんな身内、獅子身中の虫すぎるんじゃないですか。そっか、なるほど。内田さん、石丸さん、政治っていうフィールドだとどこにぶち込んだらいいと思いますか。政党って意味じゃなくて、どういう、こう課題があるところにぶち込むと、元上司の見解としてどこ一番使い勝手がありますか。例えば、広島、出身ということで、例えば広島県知事とかっていうのは、うんうん、例えばあの終戦記念日とかその原爆投下の日とかに海外から要人が来たりとか、結構そういう国際的な接点も持つ、うんうん、あの県だと思いますので、広島を生かすっていうのは一つかなっていうのは勝手ながら思ったところはありますけれどもね、うんうん、秋田方市から次は広島なるほど県知事か、はい、そっか、大丈夫ですかね、ちょっとなんか。で、そこでまあ、まあ、でもこの間のあの選挙でも相当も知名度はもう十分に上がったと思いますから、うん、今はそのステップが必要なのかもちょっと分からないですけれどもね、うん。なるほど。じゃあ問題のね、日頃がはびこるところで冴えるキャラであるという上司業。やっぱ上司に話聞くと面白いですね。いやー、なんか。いや、嫌ですもんね、上司。緊張するというか恥ずかしいですね。さらされるようでね。うんうん、俺ももっと上司が出てきて俺のこと喋るの嫌だもん。何週企画を今やってるんですか。いや、嫌ですよ。あ、久々に再会して喋ってみてどうですか。いや、すごい、さっきもあの喋ってたんですけど、すごいあの4年空いてたとは思えないぐらい懐かしい感覚で、やっぱりあのもう純粋にマーケットとか経済の話をよくあの語り合っていたので、すごく意外と全く久しぶりっていう感じなく、うん、あ、そう、アナリストって飲みに行っても大体仕事の話しますね、うん、あ、そうなんだ。本当に趣味と仕事がなんか完全に一致してる。プライベートはどんな感じ。プライベート全然垣間見えなかったんですか。いや、でもあのニューヨークの時は、うん、何して遊んでました、うん、
キックボードで。ああ、突撃してたっていうのは。持ってそうだな、ニューヨークで。ちょっと聞いたことはあります。キックボードこうやってヒョンヒョンってですね。で、出社してた。という話をちらっと聞いたことありますね。どこら辺に住んでるんですか、ニューヨークの。タイムズスクエアの近くです。近く、おエリートなのか、やっぱ。で、その支店はどこにあるんですか。その、なんかタイムズスクエア真ん中あって、はい、家、オフィスぐらいの。ちょうど真ん中が。マンハッタン。あそこ、いつもキックボードで。尽きて、はい、だから日本人を海外に駐在派遣させると銀行的にはすごいコストかかるので、そういう意味ではニューヨークに左遷っていうこと自体がまずないんです。最近言われてるやつですね、石村さんがね。だってめちゃくちゃコストかかりますもん、あの手当とかね。そうですね、うん、その分給料払わなきゃいけないわけですからね。そっか。じゃあ、一個だけ俺も最近こう、方々で発言して叩かれてるの最後一個聞いていいですか。俺、ビシマルさんは、まあ、その、入り口は知らないですけど、深く付き合うと、絶対別れるパターンだって言ってるんですけど、彼女とかね。それどうでした。彼女うん、だからその、入り口はわかんない。人間って入り口はわかんないじゃないですか。まあ、見た目とか性格も、表面では付き合ったりするじゃないですか。ただ俺、3年は持たないんじゃないかと思ったんですけど、そんな俺、非合理を家で追求されたら俺別れちゃうんですけど、言ってすごい叩かれるんですよ。俺はそうなんじゃないかと思ってるんですけど、どう思うんですか。今のこの感じを例えば家庭とかに持ち込んだら多分そうでしょうね。そこは多分仕事と家庭は多分誰しも分けると思うので、うん、今のこのままで例えばその彼女なり、うん、そういうその家庭にこのキャラクターでいったら多分持たないでしょう、ね。そこ分けるんですよ。だって多分3年持たないから。ね、だって内田さん家庭では。もう何でもうんうんって聞く姿勢も大事じゃないですか。やっぱなーなーな部分って言うじゃないですか。深い、うん、まあそこは言わなくても分かってくださいよみたいな、それお互い多分必要だと思うので。ありますよね、そこが恋愛とか。プライベートの方ではそういう特に恋愛とかでは必要になるんじゃないかなと勝手ながら。そこ聞き分けるんですか、今の。外向けですか。あ、外向けか。外向けですか。あ、じゃあプライベートではそこら辺またキャラ違うわけですか。はい。さすがに、正論パンチは外でしか打たないです。あ、よかったですわ。なるほど、なるほど。失礼しました、これは。それ仕事の顔でしたね。そうですね。うん。俺仕事でしか付き合ってないからね。まあ、そうですね。でも、内田さんもその飲み会とか行っても、うん、プライベートの話に行かないんですよ。なんかみんな真面目すぎて。あ、みんな仕事の話するんだ。うん。だって、それこそ飲みながら、そういえばこの後雇用統計だよねって言って、なんなら昔、飲み会行った後帰ってきてましたよね。あ、そういうのありましたね。昔は、うん、はい。夜9時でしたっけ、こういう時。9時半でしたっけ。あ、9時に発表されるんですか。夜の夜と9時半ですね。なんで、一回、まあ、飲みに行ってそこから仕事するっていうのが、ちょっとね、時代を感じさせますけども。っていうぐらい、みんななんか、どっぷり使ってましたね、仕事に。ニューヨークで。まあ、ですし、東京の時にも。で、金融マン人生を謳歌したわけですね、謳歌っていうか、もう、やりきったというか。そうですね。うん、まあ、でも、テレビマンとそこは通じるところがあると思うんですよ。まあそうですね。ジョブ型が楽しいしな。だってね、オフィス、会社に布団敷いて寝てる方だったら。ちょっとブラックすぎるんで、ね、ちょっと改善していきたいと思います。あ、でも面白かったですが。じゃあ最後、石丸さんに聞いておしまいしましょう。どうでした、懐かしかったですか、久々に。いやー、心が休まりました。なんか、知らない人と会うことがものすごい多かったんですよ、この何ヶ月。で、それは嫌じゃないんですけど、やっぱり、こう、ちょっとシャキッとしないといけないというか、うん、改めて説明しないといけないことが多いんですね。うん、でも、もう知ってる、すごく知ってる方なので、それこそ久しぶりに会っても、なんかドル円の話とかができるっていうのは、すっごい楽です。うん。うん、なんかこう、急に、これなんだろう、ローハイ、コンテクストが、なんか情報がお互い共有できてるものが、爆弾に多いんですよ。から、心地よかったです。そっか、もう10年の歴史があるわけですからね。文脈全部知ってると。いやー、よかったですが、じゃあ、どんな部下だったんですか。初回だったんですけども、内田さん、一言で締めてくださいね。じゃあ最後聞きますよ。一言で言うと、石丸さんはどんな部下だったんですか。常に直球を投げて、誠実に何事にも取り組む人。という感じだと思います。ありがとうございます。今回は石丸真二さんとその上司でいらっしゃいました内田みのりさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。